大地町の町並み大地港の漁船イルカの刺身 NHK スペシャルクジラと生きるは NHK 総合テレビにて2011年5月22日に放送されたドキュメンタリー特別番組である。映画ザコーブの舞台となった和歌山県の東室郡大地町を半年間取材し、主に漁業者の真珠を描いた。大地町で実際に発生した藩。 捕鯨団体シーシェパードの嫌がらせ活動を浮き彫りにしたことで日本国内に波紋を広げシーシェパードが行う違法行為を含む数々の妨害行為に傍若無人などの非難の声が多く上がった2011年5月22日夜9時に NHK が NHK スペシャルクジラと生きるを放送した大事町の大事さな組合や町の住民が出演するドキュメンタリーだった 人口3000余りの小さな町で巻き起こった捕鯨をめぐる2010年から2011年の6ヶ月間の玉器の記録であった。番組では小型捕鯨の追い込みや未了や大小さな組合の加入者とその家族、地域の様子や反捕鯨団体 C シ,シェパードによる違法行為も含む数々の嫌がらせや妨害の行動が撮影されていた。クジラと生きるの番組の宣伝は 主に以下のような記述であった。400年以上も前からクジラを糧に生きてきた和歌山県大地町。アカデミー賞作品ザコーブが火種となり、10年9月から海外の反捕鯨団体が町に上中国際紛争の舞台と化した。異なる価値観を前に揺れる大事の人々の半年を見つめた。NHK 年間2012152ページ和歌山県に ある大事町の沖合は黒潮と陸牛潮がぶつかる豊かな漁場でクジラも集まる場所であり400年前からクジラをとって人々はそれを糧に暮らし21世紀の現在も町の経済を支えるところが2009年7月に公開された映画ザコーブを契機に知能の高いクジラの捕殺は許されないと主張する海外の反捕鯨団体シーシェパードなどが 大事町の漁師たちに嫌がらせや妨害をするために町に常駐するようになり、大事町の暮らしが危機に直面し、2010年11月、町と反捕鯨団体は意見交換会を行った。だが、話し合いは平行線に終わった。大事町でクジラ取りが始まった。沖に出た漁師らはマッコウクジラを見つける。マッコウクジラなど大型のクジラは、 捕獲が禁止されているため手は出さない。さらに獲物を探すと捕獲が許可されている花ゴンドウの群れを発見。素早く捕獲のために人形を組む。忍とクジラの知恵比べという胎児を気合での追い込み網漁の様子が見事なカメラワークで撮影された。そしてクジラは旗尻湾に誘導されもで囲われた。入りをシートで覆った後に生け締めの作業が行われる。 天幕で覆うことについて、漁師は、時代が時代やから、見せてはならんのですと語った。その後、クジラは解体場に運ばれて裁かれ、魚市場に行く。漁に、国際的な規制はないものの、国によって、捕獲等数の制限がなされている。作業が終わった漁師は、漁協で、国や県宛の報告書を書いていた。反捕鯨団体らは、クジラの命を絶つ。 瞬間の刺激的な映像を盗撮し、その映像をインターネットに公表することで反捕鯨の国際世論を高め、クジラ漁を中止に追い込む作戦だった。毎日、漁師がクジラを追い込む湾に押しかけて撮影しようとし、撮影を阻止する対策を行う漁師たちへ、シーシェパードのメンバーは、挑発的な言動を繰り返す。だが、映画、ザコーブで、 挑発に起こる漁師を悪役に仕立て上げて描かれたため、漁師たちはじっと耐えるしかない日々が続く。大寺町には捕鯨にまつわる文化が多い。大寺の恵比寿神社には、クジラの骨の鳥居がある。また、江戸時代に描かれた、奇襲大重落ラ大量の図を紐解きながら、大寺の町には、古式捕鯨の時代のクジラ鳥の役目とか変わりがある、珍しい名字を持つ家がいくつもあることを解説。 また、漁師は、現物支給された芸肉を30件以上に、おすそ分けしている。の深さを真摯に見つめ直す。この外圧が突きつけた波紋は、学校、家族、街全体にも広がってゆく。12月になると、シーシェパードの妨害活動が、活発化し、カメラの前で車を足止めし、金をちらつかせる嫌がらせをする。さらに2011年1月、 反捕鯨団体は生け締めの現場をインターネットに動画で公開する。これは天幕やカーテンの隙間から撮影されたものだった。町役場や漁協に抗議が殺到することが濃厚な事態に遺産組合は寄り合いで解散するかという言葉も出るほど深刻な問題になった。中学校では捕鯨と反捕鯨の対立の解消を考える授業が行われ。 漁を肯定する意見ばかりだった。漁師の子は自宅で家族に伝えた。母親がクジラは賢い生き物だというと、子は賢くない生き物は殺していいのかとやりとりした。2月、再び漁師たちに衝撃が走る。今度は至近距離からの生け締めの様子を撮影した動画が反捕鯨団体のホームページに公表されたのだ。 今回は夜間に各種カメラを仕掛けていたと考えられ、防ぐ手段がなく、漁師らは自分たちの仕事に苦情が出るのを苦悩する。すべての人間は生きていく上で、他の動物の命をいただいていると世界に訴えねば、ならないと語る漁師もあった。2月半ば、シーシェパードによる南漁用での調査捕鯨への激しい妨害活動を受け、日本政府は調査捕鯨の作業中止を決断。 このことに、胎児の漁師も動揺する。しかし2月25日、漁師たちは今季最後となる漁に出発するのだった。クジラと生きるはドキュメンタリーであるため、出演した者は実際の関係者であり、声のナレーターのみが俳優の高橋克美となっている。NHK の制作秘話では、高橋はナレーションで驚異的な集中力を見せ、3時間休憩なしで取り終えたという。 クジラと生きるの制作は NHK 大阪局、和歌山局が行った。NHK によると当初現地の人たちは映画、ザコーブの影響からか取材を拒否することがあり、時間をかけて信頼関係を作っていった。また番組はその土地に生きる伝承や風習を描いた。 何千年と続いた自分たちの暮らしがシー・シェパードに揺さぶられたことによって自分たちの生き方に疑問を持った漁師たちの心中を描いた。今回の番組はシー・シェパードとの対立で終わっているが7月放送のイタブ特集ではより深く日本人の心根の部分に焦点を当てたいとの説明があった。クジラと生きるではいるかをクジラと表現するがその理由は現地では イルカとクジラをあまり区別していないことや、生物学上、イルカはクジラ類であるため、クジラ量と表現したと NHK は説明した。クジラと生きるは、視聴者が非常に考えさせられる番組だったようで、放送後に番組について様々な意見があった。国会では、伊藤義孝がシーシェパードの大事長での傍若無人ぶりや、身勝手な活動に触れた上で、 放置国家日本において、いかに外国人とはいえ、このような無法が許されていいはずがないと述べた。和歌山県知事の人志坂義信は、住民の暮らしの安心の立場から、テレビを見て、挑発に乗らず耐えておられる大事の方々を見て、この人々を絶対に見捨てないぞとの決意を新たにしました。と述べている。また、生態学者の松田博之は、NHK は映画、 ザ工部と違い、非常にバランスの取れた取り方をしていると評した。名古屋大学准教授の野村康氏は、クジラと生きるなどに映し出されたの活動家は、違法性が高い行為を日常的に繰り返しているとし、例として、キラーなどの様々な場トを長時間執拗に浴びせて、挑発する行為や、漁業者の車両の前に立ちふさがり、移動を妨げる業務妨害を挙げている。 同年6月などに行われた NHK の放送番組審議会では、クジラと生きるについて番組内で傍若無人と描かれたシーシェパードへの非難の意見が多数あり、そして漁業関係者への同情の声が圧倒的で漁師は今までもクジラと共に生きてきたのだから今後もクジラと共に生きるのだろうと感想を持った者もいた。また、 クジラと日本の食の文化の面を取り上げて、問題点をもう少し掘り下げればよかったのではないかという意見や、大事長とシーシェパードの話し合いが、どのように平行線に終わったのか詳しく取材した方が良いという意見や、シーシェパードの資金源や実態を詳しく報道した方が良い、などの意見があった。あるいは、一般の視聴者からはもっと世界に捕鯨について、 伝えるべきだなどの意見や感想が30代から70代までの幅広い年齢層から番組に寄せられた。2011年12月、水産庁は5月にクジラと生きるが公開されてから大事町へ激励の電話が増えたと公表した。番組審査会ではドキュメンタリーウェーブの小さな町の国際紛争大事町とブルーム氏の苦悩マイナスについて クジラと生きると同一のテーマを異なる観点から扱った作品群として周知すべきではないのかとする意見もあった。民放ではテレビ朝日が同年2月に報道発ドキュメンタリー宣言あのシーシェパードが日本上陸和歌山大事町でイルカ漁妨害その真意はが制作されている。ありがとうございます。